こちらはいすみ市に住む小学五年生の菊地春樹さんが。先月二十一日、学校帰りの通学路で見つけたというクローバー。よく見てみると、なんと葉が八枚。四つ葉の場合となる、八つ葉のクローバーです。下校中に歩いてて。で、なんかちらっとちょっと大きめな四つ葉のクローバーが目に入って。抜いてみて。 でそれで周りにもう少しなんか四つ葉とか5つがあるかなと思って見てみて、なんかよく見る重なってるやつに似てるような、一つだけ数が多いのを見つけてで、何回数えても8枚で、なんかあ道の真ん中にポンと生えてた。ご両親によると、春樹さんは小さい頃から自然の中で遊ぶことが大好きで、 学校帰りに気になる植物があると、触ってみたり、匂いを嗅いでみたりするなど、五感を駆使した植物観察を日課にしているということです。千葉県立中央博物館で、植物を専門にしている学芸員の三木由紀さんに、葉ののクローバーバ映像を見てもらいました四つ葉のクローバーを見たことがあるんですけれども。 こののよううな八つ葉というのを初めて見たので驚きましたあのたくさんの葉っぱのものがあると話は聞いていたんですけれども実際見つけるとといいいうのはななななかかな体験だなと思いますまず3つの葉っぱのものが4つになるというのは、まあ、遺伝的に4つになりやすい個体もあるということなんですけれどもそうでなくても例えば虫がかじるとか寒さで傷つけられるとかそんなような環境条件や 傷ができることによってあの成長点というんですが目ができる最初のところが傷つけられて葉っぱが3枚が4枚になるというのがあると聞いていますそして三金木さんは未来の植物博士に次のようにエールを送りました。植物をまず見ようと思ってくれるお子さんが こんなに珍しいものを見つけてくれるお子さんがいるということが私はとても嬉しいのでこの後もその気持ちを持ち続けていただければなと思います家内安全や子孫繁栄という花言葉を持つとされる八つ葉のクローバー春樹さんはこのクローバーにどんな思いを込めているのでしょうか今回すごい運がいいことが起って世界中にはたくさん困っている人がいて で、そういう困っている人たちに、その運を分けてあげたいって思っている。